見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設。今回の情報共有動画はシリーズ言語聴覚士第4弾、高齢者の飲み込みについてというテーマの第1回そもそも編をお送りします。今回のシリーズは本年3月に行った内部研修の内容をもとに過失修正して数本の動画に再構成したものです。今回はその第1回目となります。高齢者の飲み込みについてを、高齢者はなんで水でむせるのという切り口として、高齢者の飲み込みの能力を、水分にとろみをつける理由を考えることでご案内します。それでは改めまして、今回はなんで水分にとろみをつけるのというお話をします。そういえばむせてる人につけてるよね。じゃあなんでむせている人に使うのと言われたらどう答えましょうか。理由はよくわからないけど、とろみをつけると言われたので、とりあえずたくさん入れればいいよねというのはダメです。それでは水にとろみをつける理由を考えていきましょう。水なんて何気なく毎日飲んでるよねと思うでしょうが、そこを何気なくで済まさないでください。この日々行われている喉越しの運動の特徴がある程度イメージできれば、なぜ人はむせるのかが分かりやすくなります。その前にここで質問。物心ついてから今日までの間で一度も転んだことがない方はおりますか？そんな人はいないよ。じゃあなんで人はこけるの？というところから考えてみましょう。動物学的にも解剖学的にも、そもそも人間は転びやすい動物なんです。というわけで、まずは進化の過程からお話ししましょう。人は進化の過程で四足歩行から二足歩行へなりました。その結果、両手が自由になり、道具の使用ができるなど獲得した能力がある反面、二足歩行になることで歩行の安定性は格段に失われてしまいました。同様に、動物学的にも解剖学的にも、というかそもそも人間は誤嚥を起こす動物なんです。なんでですか？というわけで、お時間となりました。今回の話はここまでとします。次回は、続そもそも編をお送りします。ご清聴ありがとうございました。道県坂井教育のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。